斉藤彰吾は、埼玉県春日部市出身の元プロ野球選手。左投げ左打。小学2年から野球を始める。葛飾中学時代は、昭和シニアで1番、中堅手としてプレーし、3年夏に全国大会ベスト8。また、中学時代には、砲丸投げで全国大会に出場している。春日部共栄高等学校へ進学後は1年春の関東大会で早くも左翼手のレギュラーとなり、夏の埼玉県大会決勝で、木村文和に4三振を喫すものの、8番、左翼手で、第87回全国高等学校野球選手権、大会に出場。しかし初戦で、中田翔、辻内貴成、平田良介らを擁する大阪桐蔭高等学校に、敗退した。中軸として迎えた2006年は、県大会で、増渕龍儀の前に、春夏とも無安打に抑え込まれ、2007年は、県予選初戦敗退と2度目の甲子園出場はならなかった。高校通算本塁打52本を記録している。2007年10月3日に行われた高校生ドラフト会議において埼玉西武ライオンズから7巡目で指名され入団した。2008年、2009年シーズンは2軍のみの出場で1軍出場はなく打率も1割台と低迷した。2010年は打撃フォーム改造が功を奏して、好成績を上げ、5月26日に、初の一軍昇格を果たした。一軍では主に代走、守備要員として起用され、6月18日には、プロ入り初盗塁を記録したものの、初安打は、放つことができず6月24日に一軍登録を抹消された。その後、7月22日に開催された、フレッシュオールスターゲームに7番、右翼手で出場して4打席3打数3安打1、打点の成績で優秀選手賞を獲得した。結局同シーズンは2軍で規定打席に到達し、打率 277.10 本塁打、37打点、15、盗塁と過去最高の成績を残して、イースタンリーグの優秀選手賞に選出された。2011年は、春季キャンプ時に栗山巧の代役として一軍に昇格し、そのまま紅白戦、オープン戦と一軍帯同を続け、プロ入り4年目にして、初めて開幕一軍入りを果たした。5月21日の対中日ドラゴンズ2回戦においては9番、右翼手として先発起用され、山井大輔からプロ入り初安打、初打点となる。右前的自打を放つなど4打席3打数2安打の成績を残した。2014年は主に代走要員として1軍で起用されたが、7月2日の対北海道、日本ハムファイターズ10回戦においては、8回裏に栗山巧の代走として起用されると、3対5で迎えた9回裏1、2、3塁の場面で、マイケル・黒田から右越えに逆転サヨナラ3ランを、放ち、プロ入り初本塁打を記録した。2019年は3試合に出場、10月3日に戦力外通告を受け、現役を引退した。12月2日に自由契約公示された。西武退団後は不動産会社就職を目指し、20社面接に行き、10社から内定をもらう。その中で、2020年1月、リストグループのリストサザビーズインターナショナルリアリティ、銀座オフィスに就職した。同グループの軟式野球チームが、日本武道産野球連盟による RBA 野球大会に参加していることから、自身も軟式野球を始める意向を示している。2020年3月、DNA 運営のライブコミュニケーションアプリ、パコカでの配信活動を開始。現役時代は主に代打。代走など貴重なスーパーサブとして活躍。最大の武器は俊足であり、高い盗塁成功率を誇る。西武の内野守備走塁コーチを務めた、楢原宏は、常時先発として、出れるようになれば40から50盗塁できる選手と、評している。外野守備では、堅守を誇り、的確な守備位置と打球を、追うスピードで、好プレーに見せない技術を持っている。また、高校時代に遠投110メートルを記録した強肩の武器である。打撃は、高校時代までは、通算52本塁打を記録した、長打力を武器としていたが、プロ入り後は、粘り強く、いやらしい打者を目指していた。試合に出場する際は、自分の持っている力を出し切ると、全力プレーを心がけている。斎藤は、中途半端にやって後悔するより、これをやってダメなら、しょうがないくらいの精神でいる。もちろん、バッティングで打てなかったり、ミスしたら悔しいけど、それでも出し切ってのプレーであったら、後悔も少ないはずだからと語っている。ユニフォームのソックスを多く見せる、オールドスタイルの着こなしが特徴であった。春日部共栄高校時代は、自宅と学校との距離が近いため、1年生の頃は自宅から通っていた。しかし、教師から強制的に入れと言われ、2年生から寮生活となった。ありがとうございます。